はい、どうも、ケーキのです。今日はですね、ダビスタリオン、ダビスタ続きやっていきましょう。今、8年目かな。8年目です。で、今の競走馬なんですが、まあ、期待っていうか、まあ、一番強いのはこいつですかね。坂目。天皇賞春取ってます。まあ、ちょっと宝塚とかやられちゃったんですが、まあ、天皇賞秋、ちょっと見て、まあ、厳しそうだったら、引退もぼちぼち考えようかなと思ってます。はい。あとは、まあ、キングキングね。まあ、この辺とかがね、G2、G3 あたり取ってくれると嬉しいですけどね。シーザーはね、なかなか能力が高いと思うんですが、よくね、まあ、怪我してます。はい。そして、ルーキー。まあ、この辺とか、あと何回か走らせても厳しいなら引退です。まあ、あと1回、まあ、2回くらいですかね。まあ、今、頭数も多いですし、この辺もあと2戦くらい使って厳しかったらもう引退。はい。そんな感じでやっていこうなと思います。まあ、まだね、序盤っすからね。いや、引退にバンバンさせて、1頭2頭絞っていくっていう手はあるんですよ。その、鍛えば1頭だけをじっくり育てるとか、っていうのもあるんですが、まあ、今はね、こんな感じでやっていこうかなと思います。まあ、その辺はね、ご了承ください。まあ、シンプルなやつが見たい方はね、番外編っていう感じで上げたりするかもしれないので、まあそっちをね、見てもらえたらなと。一応一本今動画上げて、秋コバ参加を撮ってます。ルーキーか。新潟競馬9レース。3歳以上2勝クラス。芝1800メートル。コンディションは良。スタートしました。で、逃げ一択なんですかっていうね、質問をいただいたんですが、逃げ一択です。これね、動画外、これ以外でもやってるんですが、ほんとね、むちゃくちゃ強い。その秋コバ3冠取った馬とかでも、追い込みとかすると厳しいんですよ。ただ、うわぁ、これは、最後、クッとは来んよね。惜しいね。ただね、強い馬だと、ウイポみたいにね、一回、中、まあ、内に入ってから、外に出しての差しもね、そういう勝ち方もあったので、まあ、強い馬だったらそういうのもある。ただ逃げの方が安定ですね。まあ、なんでまあ逃げ一択。まあ、そんな感じですかね。まあ、先行逃げ。先行もいい。さあ、ミリアンが出走か。まあ、ミリアンもまあ、ぼちぼちやね。まあ、あと2回くらい使って、もうちょっと厳しそうだったらまあ、引退。っていう感じですかね。今まあ調教してる祭りとかはね、はい、まあ休んでるので、ガールは速攻怪我しましたからね。これ3回目の調教で、しかもその中の1回はゲートで怪我したわけじゃないんですが、ポリアね、ポリトラの時怪我しました。まさかの。さあ、ミリアン。まあ、ぼっちぼっちやね。はい、逃げて。まあ、この辺はサクサク行きましょう。新潟競馬11レース。3歳以上2勝クラス。ダート1200メートル。コンディションは良。スタートしました。少し。あとね、ダビスタいつまでやりますかっていうね、質問なんですが。まあ何も決めてないですよ。一応決めてないんですが、まあウィポ9の2020が300くらい出しましたね、動画ね。一応ね、まあガンガン出していこうと思ってるんですが、まあなんか取ったら終わるとかは決めてないです。ミリアンもまあそこそこいいんですけどね。まあ来てるはね、来てるんですよ。全体的にレベルはね、上がってきたんですよ、これでも。何取ったらとかはね、まあ、特に決めてはないんですが、まあ、その凱旋も取ったら終わるとかね、まあ、そういうのは決めてないです。ただまだね、続ける予定です。まだっていうか、まだまだ続ける予定です。まあ、とりあえず施設すべて建てて、ランクね、60とか58くらいかな。58で開放とかもあるんですよ。で、今がランクまだ20くらいで、まあ、そこの施設をすべて建ててとかですかね。まあ、建てていくと、自家生産の種牡馬使えるんかな。まあ、その辺とかも見て、
なんで、まあ、まだまだ先っすね。このペースだと相当時間かかりますね。一応ね、事務所、ちょっと行きますか。で、この施設拡張ってあるんですが、ここっすね。まあ、とりあえずここ。まあ、すべての施設を建てる。で、このランクがまだ色々あるんですよ、こうやって。で、その拡張段階も1段階とか2段階とかもあるので、まあ結構これすべて建てるっていうのも時間かかりますし、まあとりあえずこれは建てたいですね。全 G1 制覇。まあそれでも1頭ね、2馬できると結構一気に埋まっちゃうんですよ。まあなのでとりあえず今はね、まあこんな感じで頭数は多いんですが、まあ調教は1頭2頭くらいにして、今だったらまあガールと祭りにしてるんですが、にして、まあとにかく州をどんどん進めていく。まあそんな感じですかね。いろんな調教師とか、まあ、試してみる。まあ、配合も、まあ、試してみる。まあ、そんな感じですかね。はい、行きましょう。さあ、坂目出走、人気。まあ、印は厳しいね。アーモダイがいますね。アーモダイがゴリゴリです。さあ、じゃあ、とりあえず逃げで行きましょうか。レース。秋の風吹く東京競馬場、秋小馬三冠の初戦となる伝統レースが、まもなく幕を開けます。スタートしました。少しさあ、まあスタートは悪くはない。まず何がもう飛ばしますね。坂目ちょっと厳しそうだったらここはもう引退ですかね。ロードバンドールベロックス外から追い上げ、あ、やっぱ苦しいね。突っ込んでくる。残り200を切りました。こっからグッドは来んよね。伸び足がいい。まあその G3 実とかまあちょこちょこ使ってもいいんですが、はい、ここはもう引退でいきましょう。ここに期待しよう。さあ、ルーキーが出てくると、ちょっとここ勝ってほしいね。ルーキー疲れてるか。いや、ほんともうこれってちょっとラストチャンス近いよ、これミリアン。まあ、そこそこやれると思うんですけどね。3勝クラスとかはいけそうですが、まあでかいとこは厳しい感じだね。さあ、坂目引退します。頑張ってくれましたね。はい、あげます。これはね、楽しみですね。まあ、キングカーニバルそんなに良くないんですが、キングネイチャーもね、G12 つ取ってるので、まあ、まずね、やっぱ繁殖牝馬のレベル上げるってこれ大事なんですよ。まあ、ウィポもそうなんですけどね、ダビスタも大事。あとは、その面白配合とかさ、凝った配合、あとはまあ完璧とかね、あると思うんですが、まあその辺を使っていく。まあそれか安定しにかけるとかね。まあちょっとその辺もね、いろいろ見ていきたいですよね。どれが今回いいのか。まあ凝った配合が、まあ強いかな。でもどうかな。秋小馬三冠取ったやつはまあそんな関係なかったですからね。さあ、ルーキー、行きましょう。ここは逃げで、はい、です。京都競馬7レース、3歳以上2勝クラス、芝1800メートル、コンディションは重。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。さあ飛ばします。キングルーキー突っ込んでくる。先頭はキングルーキー、カフェブリッツ。あ、これは言ったかな。先頭はルーキー、ディープインパクトの子、ルーキー。外から追い上げる。アングライ。さあ粘れよ。粘れ。本当に強い馬、ここから伸びる。ここで先頭が入れ替わる。カフェブリッツ、カフェブリッツ。稼いではいるんですけどね、ルーキー。はい、オッケー。まあ、2着はさ、もう1回チャンスあげようよ。さあ、キングキングですね。まあ、とりあえずこの辺を買ってね、金を稼ぐ。まあ、それも大事ですね。お、祭り戻ってきた。よし、来た。調教行きましょう。祭りはね、芝坂ダート。これをね、繰り返してるって感じですね。ゲートは終わりました。まあ、ちょっと絞りつつね、いきます。はい、飛ばして。印はぼちぼち。
オープンならいけるはずです。東京競馬11レースリステッドオーロカップ芝 1400m コンディションは良。コスモセンサー、はい、もう飛ばしました。すぐ追い上げる。コスモセンサーわずかに先頭か。何やっとんだこれは。先頭はコスモセンサー残り200を切りました。見た今の。コスモセンサー伸び足がいい。ひどいよね。2番手イレーション差を詰める。際どい勝負。カフェブリリアントまとめてかわした。やっぱ外にいないとダメなんですよ。差し切ってゴール。もうコーナー時点外にいないと。さあ、祭りやね。祭りはね、まあ、とりあえず調子を整えて、さあそろそろ決めていきますか。芝の2000前回勝って、次はね、まあ、芝で使うんですが、1600か、2000いきましょう。芝2000、12月1周の、そこまでは毎週1回調教でいきたいなと思います。疲れてる。キングキング、もう次ラストチャンスじゃない。ルーキー、ルーキーも疲れと。いや疲れちゃんとね取っときたいですよね。お、クリスマス戻ってきた。まあこれ G3G2 だったらやってくれるかもしれないですよ、こいつは。さあ、祭り鍛えていきましょう。まあとりあえずこんな感じで仕上げていきます。さあ祭りが出走。そうやね、どうすかな。まあまあ誰でもいっちゃいいんですが、ここは軽く、まあ軽くとか強めで、よし、これで完璧でしょう。やってくれるでしょう。さあ祭り人気ありますよ。オッズは祭りどう。 2.8 倍、2番人気。いける、いけるぞ。さあレースで。中山競馬4レース、2歳1勝クラス芝 2000m コンディションは良。スタートしました。スタートはまあ大丈夫ですね。つきました。まずは先行争い。さあ直線いきます。マジェスティゲート粘る。ここで2番手取ってギャンブラー。さあこっから祭り来てます。外も来てる。ただ祭り来てると。祭りいけるよ。ただ外来てますね。外伸びがいい。ちょっと次先行行ってみる。祭り当選ベリザクラ。はい、 OK。 あ、戻ってきたシーザー。やっとシーザー戻ってきた。さあとりあえず祭りっすね。祭りサクッと使うのもありっすね。これでちょっと使いましょうか。芝の芝2000いこう。はい、いきます。これでお、朝日行く。ここ勝ったらかっこいいっすけどね。ただちょっと厳しい感じだったんですよね。あ、ガール来た。ガール戻ってきました。ガールか。ガールこれ慎重にやった方がいいっすね。ちょっと録画ソフトをね、再起動してきました。でガールなんですが、まあ、いっぱいは使わずに、一回調教はちょっと厳しいので、まあ、プールと合わせて調整していきますかね。がっつり調教するのちょっと怖いっすよね。
最初ウッド調教してゲート調教して次ポリトラのここで怪我したんすよ。あーきついわ、これはさすがにきついっす。これはまあこれは無理やな。はい、じゃあ行きましょう。いや本当はこういうのねレース見たくないですよ。ネクストに飛ばしたいんですが、なんでレーススキップと、まあロードちょっと短くなってくれればね。日本競馬の明日を担う若武者たちがここ阪神競馬場を駆け抜けます。熱戦必至の発走までもう間もなくです。スタートしました。さあこれはもう飛ばします。まあこれはきついよねさすがに。アジアエクスプレス勢いよく追い上げ、まあいい位置はいるんですけどね。先頭はアジアエクスプレス、迫るラブリーデイ。アジアエクスプレス、いい位置はいますよね。先頭かラブリーデイ突っ込んでくる。ここから坂を駆け上がる。ただでかいとこ取れるよこれ。右足がいい。ラブリーデイ先頭、ラブリーデイ先頭でゴール。ラブリーデイよく勝ちますね。これダビスの話ね。まあ、強い馬なんですが、さあ、キング祭り行きます。祭りたわっしょい。ちょっと確認しよう。川田10機で行こう。じゃあ俺これじゃなくて、あの別にやってるやつでさ、やっぱ川田10機結構載せてるんですが、その秋コバ参加の動画も川田10機だったんですが、それ以外もね、あの撮れたんですよ。また G1 で G2G3 をね、まあ、10勝まではいかないんですが9勝8勝とか勝った馬もね、あのカードジョッキだったんですよねちょっと信じたいなと。ダートサッカー、まあここは芝強めあたりをちょっと軽くやっといて、まあこれでいこうかなと思います。まあもうちょっと絞ってもいいんですが、さあ、キングガールですね。キングガールは無茶できない。次はポリトラで、本当はいっぱいやりたいんですが、まあちょっと毛が怖いと。はい、行きましょう。さあキング祭りいいね。まあ印はまあぼちぼち、オッズもそこそこやろ。さあ人気ありますよ、 3.7 倍。2番人気やね。オッケー、いけるぞ。ちょっと先行やってみますか。先行で中山競馬3レース2歳1勝クラス芝 2000m、 コンディションは良。スタートしました。さあまあスタートは大丈夫かな。ここからが勝負の、あーよくないっすね。ソレイソフィアわずかに先頭か。サウンドあれこれ見てください。あれスマートロビン3番手から先頭を狙う。ここで先頭、もうこれダメなんですよ。ここから坂を駆け上がる。スマートロビン粘っている。サウンドテーブル、やっぱ逃げか。スマートロビン一着でゴール。まあ、よく来ましたね。上がってきました。まあ、これ沈むことも多いんですが、まあ、よく祭りは来ましたね。まあ、本当はさ、あの、差しが向いてるとか、追い込み向いてるとかあるじゃないですか。ただ、このダビスター、本当先行、まあ、逃げやね。やっぱ逃げ。ルーキーも戻ってきた。祭りか、まあ良かったっすけどね。なかなか、まあちょっとすぐ使いたいですね。はい、2000いきたいなと思います。で、ガールやね。ガール絞らないといけない。本当はもっとね、がっつり絞りたい。坂もでもやっとこう。そして、プール。まあ、こんな感じでちょこちょこ絞ってきます。はい、じゃあ、いきます、次。さあ、まずは、ミリアン。ここはもう逃げで。
中山競馬6レース4歳以上2勝クラス。じゃあこのレース2着までにね入らなかったら引退できます。スタートしました。12頭ここで先頭が変わった。わずかにさあいい位置ますよ。引退をかけたレース。差を詰めるキングミリアン、わずかに先頭か。これはいけるんじゃない。よし、オッケー。名称だけで食い下がるキングミリアン。大丈夫ね、粘れよ。キングミリアン先頭、粘れミリアン。よしよしよし、キングミリアン勝ちました。引退かけたレース勝ちました。あぶね。バーミリアンの子、まあ、ダートでねガンガン使っていきましょう。さあ一つ上のステージへ。あーやっぱちょっと厳しいな。厳しいね。クリスマス京都競馬11レース G3 新山記念芝外回り 1600m コンディションはやや重。スタートしました。さあスキップ。ここで先頭が変わった。キングクリスマス3番手から先頭を狙う。まあ厳しいね。ルーツドール先頭はバインニードル。バインニードル粘る。残り200を切りました。バインニードル伸び足がいい。まあ今の位置で、まあ、こんな感じになる。バインニードル、バインニードル押し切ってゴール。まあ短いところがいいかもしれないんですが、まあちょっとクリスマスは厳しい感じじゃない。ねえちょっと厳しいですよね。おシーザーか。シーザーはね、まあどうすかな。シーザーかでキングキングが戻ってきた。まあこれ次2着っすね。入んなかったらもう引退でいいんじゃないかなと思います。でちょっとさクリスマス、まあ悪くないけどね。まだね、まあ、まだわかんないですからね。1600、まあ一応一回勝っているんですが、まあ、もう一回使っとこうか。よし、じゃあガール行きましょう。ガールはね、まあちょっとここゲート2回やって、ここは。まずゲートの練習を終わらせる。で、いいですかね。あとは祭りか。祭りはまあ一回調教するくらいで。で、進めます。さあ、キングシーザー久しぶりに登場。いや、こいつは能力が高いんですよ。まあ、よく怪我するんですが。高山競馬11レース。リステッドニューイヤーステークス。芝 1600m。コンディションは良。頼むぞ、シーザー。スタートしました。まあ、スタート普通。スタートは内。直線。活発ハッチ、突っ込んでくる。さあ、まあ、いい位置いますよ。悪くはない。活発ハッチ、粘っている。前は空いてる。行け。シーザー。坂では止まらない。もう一伸び欲しいね。まあ復帰戦悪くない。悪くない。怪我からの復帰一戦目。うん、悪くない悪くない。いける。次ちょっと G3 あたり行こう。よし、祭り来ましたよ。福永ジョッキーで行こう。で祭りちょっとね絞りたいっちゃ絞りたいんですが、ちょっと絞る。ここただまあレース前、まあ、がっつりは危ねえな。ちょっともう一個プールも挟んどこうかな。
よし、これでいきましょう。で、ガール。ガールは、こっからウッドやっていきます。ウッド合わせ、まあ、強めっすね。これ以上はちょっとやれないと。まあ、プラス、プールで調整していく。で、シーザーなんですが、まあ、2200もいけるんですよね。ただ、ダイワメジャーの子。まあ、やっぱ1600から2000で使いたい。1200か。あ、2200い。いや、一回1600いっとこう。やっぱり。1600いこう。はい、じゃあここは進めます。さあ、ミリアンと祭り。ほら、来た、祭り。いや、祭りは来てるんすよ、これ。京都競馬4レース。3歳1勝クラス。芝2000メートル。コンディションは良。スタート大丈夫ね。いいよ、いいスタート。よし、これ勝ったやろ。来いよ、祭り。追いすがるブルーハワイアン。これで勝たんかったらどこで勝つ。突っ込んでくる。ブルーハワイアン、わずかに先頭か。先頭、キング。さあ、ここからスパートかけよう。よし。で、この祭りなんですが、あのカーニバルの子だから本当に自家生産中の自家生産、キングカーニバルの子なんで。よし、来ました。いや、でかいところ取ってくれたら嬉しいよね、祭りが。ただガールも期待してるんですが、ちょっと調教が厳しいよね。もうちょっとがっつり調教できればね。はい、じゃあ行きましょう。中山競馬7レース。で、このミリアンは、セールで1760万円だかな、最初。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。グッドラック様、勢いよく追い上げる。さあ、こっから来てほしいね。グッドラック様、わずかに先頭か。食い下がる。グッドラック様、サトノキャノス、わずかに先頭か。残り200を。いやー、ちょっと足りんか。キングミリアン追ってくるが厳しい展開。サトノキャノス先頭。たださ、結構走ってますね、やっぱり。1着サトノキャノス。まあ、このクラスもやれそうじゃないですか。まあ、黒字にはなってます、しっかり。さあ、キングキング、これは引退かけたレースですね。もう2着入んなかったら引退でもいいっす。てか引退でいきましょう。ルーキーもここ2着入らなかったらもう引退で。ディープインパクトの子、タキ豊でいきます。クリスマスもそうやね。この辺勝てなかったらもう厳しいっすね。はい、とりあえず、まあ、いい時間来たので今回ここで終わりますか。まあ、楽しみなのは次回はね、一応ガールと、祭りがね、一個上のステージ行ったので、まあ、祭り、まあ、どれくらいやれるのか。キングカーニバルの子。ちょっとこれ休み出しておきます。まあ、そんな感じですかね。あとは、坂目とかの種付け楽しみですね。まあ、この辺ね。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。